FM ギルマンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。7月10日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのカマラでございます。はい今来たすいません、はい、今日もねバタバタしながら始めていきたいと思いますよ。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイル F ラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バーボーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね AC クリアの上野さんに来ていただいてます。どうもこんばんは。こんばんはよろしくお願いします、顔が硬いいやいや俺か、ゲームは俺か、いつも より構わないっすねあれなんかすごく準備してきたみたいな感じですけど、 あれかな、あのいつもちょっとギリギリにハーハーしながら来た方がいいのかな慎重にしっかり喋れてましたねちょっとさ、息切れしてる、大丈夫ですか、階段走ってきたから今いや、ありがとうございます、助かりましたはい、ドキドキワクワクしながら待ってましたよ、はい、タイトルコールとかは聞こうかなと思ったの。あ、マジっすか。ダメでもキャンさんにお願いしようとしてたんで今僕もタイトルコールから逃げてましたね。ああもうすいませんね、はい、もうバタバタして聞いてる人からしたらね、何の話してるのって感じだよね。もうすいませんね、はい、よろしくお願いします、はい、今週もですね FC 琉球のお話からやりたいなと思いますよ。はい、はい、FC 琉球はですね前節は、ホームで、栃木戦がね、はい、ありましたけどね、無事にというか見事にというか3対0でね、はい、勝っていましたよ。はい、なんだろう、あれからね、まあ、連敗、天皇杯挟んでなんですけど、はい、負けが続いていた部分もありますので、うん、なんかね、ずいぶんなんか久しぶりの、そうですよね、はい、はい、なんか勝利な感じがして、うん、あれ、いつだったっけ、勝利の歌だったらいつだったかなって思いながらさ、勝った後スタンドでさ、ちょっとしみじみとしてました一人、はい、うん、でも良かったですね、結果的に、まあ、3-0、はい、ここからね、また、新しくなんて言えばいいんですかね、この勝ち進んでいくような、うん、ものが続けばいいけどなと思うんですけどね。そうですね、はい、で琉球はですね今この、はい、栃木戦に勝ちまして、現在7勝7敗7分け、あで7位、ラッキーセブン、そうです13位、そこは変わらないですねいやいや全然もういやね、なんかねすごいね、7月7日に合わせて7勝7敗7分け、はい偶然かこんなことどうでもいいはずないや他の人たちに取ったらな、もう、いやもう、勝てただけでもね、はい、そうですね、久しぶりに、でなかなかね、主力の選手も怪我でね、はい、いない中での、まあ、試合ではありましたけど、まあ、徳本選手がね、また新たにちょっと怪我して、はい、あと2、3週間伸びるのかなっていうリリースが出てたので、あ、そうですか、どうなるのかなと思いながら、まあ、栃木が今、琉球よりはね、だいぶ下で、今、下から3番目か4番目、ん2番目か3番目かな、はい、なのでどうなのかなって思いながら見てはいたんですけど、まあちょっと久しぶりにね、はい、まあ、快勝というか危なげない試合 してました。うん、見てて皆さんね、スタンドもやっぱり3点入ってるのでね、わーキャーキャーしてましたよ。うん、よかったなと思います。はい、あの日飲むビールはうまかったです。はいひどいな、あの日飲んだから美味しいとかな、オリオンさんが出してるビールはいつも一緒なんだけどね。いやいや
何と一緒に飲むかまたね味が変わってきますからね。そうですね、もう、はい、でも良かったです。はい、はい、琉球はですね次節またあの2週連続ホームの開催がありますので、うん、今週もね、タピック演奏の方で、はい、試合がありますよ。こちらがですね今回は対戦相手が、ね、ファジアノ、はい、来ますね、岡山、はい、赤嶺選手所属のね、はい、ファジアノが来ますよ、うん、あごめんなさいちょっとね飛ばしてしまいました。栃木にもね、はい、沖縄出身の J リーグプレイヤーがいまして、うん、小発選手ね、はい、後半途中から、出場してました、はいはい、ただもうその時にも 3-0 だったので、はい、なかなかね、まあ、難しい試合の入り方かなと思いながらも、まあコマナット的にはやっぱり、はい、うちの味が出てくれるのはね、うん、嬉しいので、はい、琉球のあのサポーターの中で一人でいいぞ小発とか言いながら、いやいやまあまあそこはねうちのうちですからね、今のトラップ良かったとか、はい、一人でさ細かいやでもなんていうんですかね、この試合終わって、はい、選手の皆さんがやっぱりサポーター席に来てくれるじゃないですか、はい、でそれはやっぱり琉球もそうだし栃木の、イレブンもね、はい、サポーター席の方に挨拶に来るんですけど、まあ俺だけかなと思ってたんですけど、俺とあとね、まあ、何人ちらほら本当に、はい、ごめんなさい、リアルなお話すると 2,3 人なんですけど、はい、まあ、栃木の方を見てこの小川選手探してる人とかもいたので、はい、ああやっぱ捨てたもんじゃねえなって思いながらさ、うんうん、で終わった後握手ね選手出待ちするんですけど、はい、うん、その時にも小川選手一番最初に出てきてくれてたので、はい、まあ、握手したりね、ちょっとお話ししたりもしたので、うん、うん、やっぱりうちのアンチがね活躍するのはやっぱり嬉しいのでね、そうですね、ね、まあチームの状況的にはなかなかね厳しい部分もあるんですけど、はい、はい、頑張ってもらいたいなと思いますよ、うん、そうですね、はい、応援していきたいなと思いますよ、はい、で、すいません、ね、ちょっと話が順番がごちゃごちゃになったんですけど、はい、今週末行われますFC 琉球のね、ファジアノの岡山戦は、はい、赤嶺選手がね、うん、所属してますので、はい、ここでもまたまあね、赤嶺選手に1点ぐらいはね、あーそうですね、あーデージ上から目線と、まあ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 琉球がね、はい、3点ぐらいねまた取ってもらって、ね、はい、沖縄県民的にはとても嬉しい日に、ね、なればいいな、はい、難しい ね、この辺がね、出場してくれるだけでもね、そうですね、うん、盛り上がると思うので、うん、まあね、僕たちは、ね、まあ、同じ世代なのでね、そうですね、見に来てる観客の皆さん、サポーターの中にも、うんうん、知ってる選手はたくさんね、いると思いますから、はい、うん、信号が出るんだったら、うん、見に行くぞみたいな、ね、同級生は多分多々いるんじゃないですか、いるはずよね、はい、うん、応援しよう、はい、はい、で、後からもさちょっとお話しようと思ってたんですけど、まあ、はい、赤嶺選手は前節は先発出場し、はい、後半途中27分だったかな、うん、まで出てまして、その後のゴールも入って、はい、逆転勝利にね大きく貢献してるプレイヤーの一人ですのでね、はい、うん、次節もちょっと熱い試合がね、はい、期待したいなと思いますけどね、うん、ちょっとね、ちょっと、ちょっとだけ遠慮してもらってからねいやいやいや、ガチンコでね FC 琉球もいいサッカーしてますから、そうですね、はい、うん、いい試合をちょっと期待していきましょう、はい、はい、ですね、続きましてですけど、先日ね沖縄県出身のチーム同士の九州女子の沖縄ダービーがありましたけど、はい、今度はですね、九州男子サッカーリーグがありまして、これもですね、沖縄のチーム同士の沖縄ダービーがやってきますよ、はい、7月21日日曜日、沖縄エスパー対海保技工サッカークラブの試合が、読谷陸上競技場にて、ですね、午後1時キックオフでありますよ、はい、はい、県内出身のねトップチームの2チームが、うん、はいはい、沖縄でまた試合するのもね、公式戦では今年は公式戦2回目かな、2回目ですかね、うん、ありますのでね、はい、またチーム同士の戦い熱くなるかなと思う部分もありますのでね、はい、皆さんにも
タイミング合わせて応援の方行っていただけたらなと思いますよ、うん、はい、もう一度日程だけね、7月21日日曜日読谷陸上競技場にて、午後1時キックオフです。沖縄 S 対、海保銀行サッカークラブ九州リーグのね第13節ですのでね、はい、ぜひ皆さんにも注目していただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、あとねもう一つ、はい、すいません、ですね、第55回九州社会人サッカー選手権大会全国大会の予選、はい、九州大会ですね。これはですね、あの九州リーグの上位チーム、うん、はい、また、各県の、大会を、優勝で勝ち上がったチームが、九州大会にね、はい、進んでいるんですけど、沖縄からは、九州リーグ第1位でね、うん、出場しています沖縄 S ファウ。またあの先々週かな、沖縄県大会をね、はい、優勝して出場が決まりました FC セリオレの試合が7月27日土曜日、うん、28日日曜日とあります。ですね、参加チームは12チームなんですけど、はい、九州からね ABCD と代表が4つ、はいはい、4つのチームがね、全国大会への出場をかけて戦うことが、はい、決まっていますので、ぜひね、まあ、S ファウはもちろんなんですけど、もちろんですね、はい、もう本当にをね、今3年連続かな2年連続ん3年か今度勝ったら、はい、九州に出場するのは3年連続だと思うわけ、はい、で、全国大会もねもちろんこの九州予選勝ち上がっていただいてね、はい、九州あ全国の社会人でまた結果を出して、はい、九州リーグからも一つ上のね、うん、カテゴリーに上がってもらえたらなと思うんですけどね、ここ2年はちょっと1回戦と去年が2回戦だったかな、うん、うん、なのでねぜひ優勝していただいて、はい、S ファーの方でもね一つ上のカテゴリーを、目指してもらいたいなと思いますのでね、はい、皆さんもぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、ですね、ごめんなさい、コメントがちょっといくつか来てるのでコメント読もうかな、はい、はい、これは道内さん、こんばんは、今夜も来ましたよ、はい、ありがとうございます。天皇杯の速報、うちの母校で去年の大学王者、法政大学が2-0でベルディ破る、おお、すげえ来ましたね、ジャイアントキリング、おお、すごいね。天皇杯の大学勢は大学勢 ではグランパスから、あ、うん、そっか、グランパスも負けたんですよね、はい、4-0で負けてましたね、4-0、はい、金谷体育大学ですか、はい、あ、本当だ、金谷体育、あ、すごいね、はい、これはちょっとね、天皇杯の醍醐味というかね、そうですよね、はい、俺の記憶で一番ちょっとインパクトがあったのは、はい、市船、あ、市船も、はい、カレーロバとかいる時ですよね、そうそう、はい、マリノスに、マリノスだったかな、マリノスに時には同点で、あ、同点でしたっけ、延長か PK かどっちかで負けました、あ、負けたのか、あ、なんかあれだね、なんかイメージが、うん、ずっと強いですね、なんか何かしらずっと残ってんな、でもやっぱりあの大学生からしたらね、はい、やっぱりなんだろう、天皇杯でね、うん、注目を浴びるというか、うん、そうですね、もちろん大きな、ね、大会の一つなので、まあ、J の、 あの指定選手も大学のチームとして出てる、そうですね、いますしね、選手もいるので、うん、あの、はい、なんとかフロンターレとどこがやってたんだったかな、あ、明治大学、はい、1-0のね、あの試合も、はい、うん、見てて面白かったです、はい、うん、最終盤本当にロスタイムで、うん、ゴール前でドフリーを、まあ、大学の選手が外すというものもあったので、はいはい、あれ決まってたらやっぱ面白かったのかなっていう部分もあったんですけど、いいな、いや、もうあのトレーニングよくやってますね、大学生に関しては、あの、うん、今までは J1、うんうん、に胸を借りるっていうスタンスだったのが、はい、最近でも J1 を倒すっていうモチベーションで、そう、あのみんなが、ね、あのトレーニングに励んでるので、うんうんうん、大学生自体のこのレベル、そうですね、大学リーグのレベルもどんどん上がってきてますよね、うんうん、そうだね、今、はい、ヨネさんが言っていただいたように、このここに合わせてのモチベーションはね、はい、やっぱりめちゃめちゃ高いはずだしね、そうですね、はい、やっぱり面白いからね、今後もね、はい、期待したいと思いますけど、天皇杯でベスト4とかはまずまだいないのかな、
大学では。わかんないね。歴史はちょっと長いからね。もう今度調べてみよう。はい。すいません。あと同じ脳内さんからも、栃木は何人来てた、何人くらい来てたって。100人ぐらいかな。100人、200人は来てなかったんじゃないかなと思います。でも、はい。やっぱ熱い応援してましたよ。琉球もね、ちょっと固まって応援できるように。ちょっとね、うちなんちまだ恥かさが多いからね。ああ、はい。分散しても、もう俺が言うなって感じだけどね。はい。あとは、脳内さんじゃない、シュプリームさん。はい。こんばんは、セルジョ越後屋です。はい、あれ今夜は用事しながら聞かせてもらいます。もう、はい。もう大丈夫です。はい。何でもやってください。はい、あと中野町の和樹さん、直さんスマホの忘れ物持ち主に帰ってるといいね。そうなのよ。あの中野町の和樹さんと久々に会場でお会いして、はい、おお、なんか今年初ねみたいな話してたら、はい、和樹さんがあの携帯の落とし物を、はい、拾っていただいて、あの怪しい男2人で、すいません落ちてましたって言ったら俺だけか、すいません怪しくはないと思いますけど、いい人なんだなってそうだね、ちゃんと帰ってるといいね、うん、はい。あとナルトラさんからも、しかし自分が飲み会で見に行けなかった時に限って3対0と圧勝そうなんですねナルトラさんはいなかったんですね。じゃあナルトラさん、はい、あの来週もあのちょっと不参加でいやぜひぜひあの応援にあの行って熱いね声援をです、ね、はい、はい、よろしくお願いします。すいません相変わらず時間配分ができてないので一旦この辺で CM に行きたいと思いますよ。一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね沖縄県のサッカー情報もお話ししていきたいなと思いますよ。はい、ですね、何から喋ろうかな。あ、すいません、これから喋ろう。はい、令和元年度、全国この野郎全国高校、総合体育大会、男子、サッカーのね組み合わせが出ておりましたよ。はい、7月26日から8月1日のね決勝戦を向けて、全国のね激戦を勝ち抜いてきた高校がね、ここ沖縄県で開催され、あ、またで終わり、ヨエナさんの声、僕いますよ独り言のように喋ってたもんね、はい、すいません俺が独り言にさせてたね、すいませんはい、インターハイね、はい、沖縄県で開催されますよ。沖縄県からは沖縄県第一代表として、うん、那覇西高校、はい、またね、沖縄県第二代表として西原高校がね共に、ありますので、西原はね、はい、あの1回戦はシードなんですよ、うん、神村学園、鹿児島で、はい、代表のね、はい、神村学園、あと東京第一代表の國學院久我山の勝者と、いやまあ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 、強豪とやるってことでそうですね、はい、いやでも西矢の試合ももちろんそうなんですけど、はい、上村と國學院の試合も見たいもちろんいや贅沢だね、はい、またあの沖縄県第一代表のね那覇西高校は、同じくシードで新潟県代表の、これは北越でいいのかな、あと愛媛県代表の、新田高校とのね、はい、勝者と7月27日に、はい、試合が行われますのでね、うん、いやー楽しみですね。そうですね、高校サッカーまた沖縄でね、開催されるのは
面白かったんです。これ前も俺ラジオで喋ったかな、俺は実際見に行けてないんですけど、はい、柴崎選手が青森でしたっけ、はい、それ山田 で、ね、準優勝した時もそうですね、決勝1位の後ね、はい、沖縄県でやってた試合もやっぱり、あの当時見てた人たちは、うん、もうすげえな柴崎みたいな感じで、はい、いろんなお話出てたので、はい、やっぱり沖縄県でね、うん、いろんな大会をまた皆さんにね、はい、いろんな試合を見ていただけたらなと思いますのでね、うん、皆さんもぜひこのトーナメント表ね、はい、にいろんな会場でいろんな試合見ていただけたらなと思いますよ、うん、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、これは女子の方もまた沖縄県で、開催がありまして、沖縄県からまた小座高校がね、はい、沖縄県代表で出ております。女子の方はですね、男子と違って16チーム、はい、各地域からのね代表が、沖縄県で集まって、男子と同じく7月28日から、うん、8月1日の決勝戦に向けての大会がありますので、はい、沖縄代表の小座高校は、ですね、はい、宮城県代表の清和学園と、1回戦が、うん、決まってますのでね、女子の方もね同じく、男子と一緒にね、いいチームというか、はい、全国の強豪チーム、もう日の本学園だったり十文字、また女子といえばまた神森学園もね、はい、あ神村、神村、はい、学園もね来ていますのでね、男子女子ともに、うんうん、いい試合が、はいはい、沖縄県各地で開催されますのでね、皆さんにもぜひ注目していただければなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、はい、あとですね、脳内さんからもう一つコメントが、栃木の応援団はキックオフ前に応援歌のようなものを、歌ってたと思うんだけど、あれは栃木県の歌です。そうなんだ、そうなんだって言いながらさ、野内さんめちゃめちゃすいません、俺ちょっと遅刻してからさ試合開始5分後ぐらいに入ってしまったわけ、先制点も見てなくてからさ、うん、そっか、そういうのがあったんすね。へー、見たかったな、また来年もう一つ野内さんから、ね、インターハイは沖縄と鹿児島の共同開催ですよね。お、さすがですね、さすがですね、正確な情報ありがとうございます、はい、そうだったんですね今僕初めて知りましたけどすいませんすいません、発信する側がちゃんと調べておけたんですよ、申し訳ないです。サッカーしかしね、ちょっとわからない他の競技はじゃあ鹿児島でもやられてるんですねそうですね、もう、すいませんねありがとうございます、野内さん、ありがとうございます。でもう一つ、これはですね、第14回九州ビーチサッカー大会沖縄県予選、はい、こちらがですね、こちらも7月21日日曜日に、これはですね、西原のキラキラビーチにて開催されますよ、はい、ちょっとごもごもして言うんだけどさ、はい、ウルマリンの皆さんが、はい、来ていただいたんですけど、まあ、ウルマリンの皆さんもこの沖縄代表をかけて試合に臨みます、はい、でもう1チームが、エリスリーナになりまして、この2チームがね沖縄県を、代表して出場する枠を、はい、争う試合になるようです。なんかね、まあ、じゃないな、うまく言えないんですけど、沖縄県からね、うん、出るチームが、はい、まあ、1チーム、ダメだ、あれちょっとまとめて来週喋ろう喋っちゃいけないこと喋ってしまいそうはい、ただね、まあ、FC 琉球もやっぱそうなんですけど、はい、ビーチサッカーもね沖縄県から盛り上がっていけるように、いろんな形でいろんな方法でね、うん、盛り上がっていけるような工夫をしていると思うんですよ、はい、うん、そういった中で前ね、来ていただきました鮫島選手所属のねウルマリンだったりっていうチームも、やっぱりうちでね、はい、ビーチサッカーを含めていろいろ紹介していきながら、はい、皆さんにもね情報発信してやっぱり会場に足を運んでいただけるようにね、うん、してもらえたらなと思いますので、うん、まあ、ただねこの日はよあれだっけよ、九州リーグのね、はい、沖縄ダービーもあるので、ただビーチは11時キックオフ、はい、で九州リーグは1時キックオフだからもうね皆さんにもちゃんと終わってすぐって、はい、終わってすぐ、はい、はしごしていただいてビーチでちょっと 1,2 杯飲んで読谷に行ってまた青森を飲むダメか運転手がいないとダメいいと思いますそんなツアーがもう
夏にね、入って、ま、もつ焼けもしてね、まあ、大雨もちょっと続いてはいたんですけど、はい、まあ、ビーチのね、時期もやってきますのでね、はい、ビーチ大会また全国大会出場するチームが決まると思いますので、はい、この辺もね、いろいろ情報を発信していけたらなと思いますので、はい、皆さんもぜひ注目していただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。あ来週しゃべる、あ、これだけ、ごめんなさい、はい、お願いします。県内出身の J リーガー情報ですけど、はい、前節ね、J1 所属してます、松本山香の背番号18番、はい、トーマ選手、はい、今季初ゴールを決めて、はい、チームのね、同点だったかな、勝ち点1に貢献しておりますのでね、はい、うん、次節も期待していきましょう。はい、はい、すいません、あ、こんな喋ってるうちに今週もアディショナルタイムが残り30秒になってしまいました。今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルFラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボソルチ、以上各社の提供と AC クレーの岩名さん、また今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございます。また来週もゆるくおしゃべりしたいので、また来週も聞いてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ナルトさん先帰りますみたいな。すいません。